おはようございます。7月25日5時25分の相場解説です。今日は土曜日なんで別に相場ないんですけども、木曜日金曜日のそして金曜日の深夜の振り返りをしてみましょうか。これがデイリーなんですけども、注目するところはですね、あらかじめ引いておいたゾーンがあります。もうお分かりですよね。ゾーンは、力点をこちらとこちらに置いたこの黄色いのがゾーンになってきますけども、ここで綺麗にヒゲ出して止まってるでしょ。大きな下落幅がありましたけども、このレンジからですね、ちょっとだけ右肩下がりのレンジから大きな下落幅がありましたけども、どこで止まっているのかってことを注目してください。これもね、だから予言通りと言いますかね、仮説通りなわけですよ。まあ、そうなる蓋然性が強いってことなんで絶対ではないですけども、まあ、こうなることが多いんですよね。4時間の方でもうちょっと見やすく分析していきますね。ほら、同じところで変わってるでしょ、切り替わってるでしょ、ここ、でこれがここを突き破って下落に転じるところからどこで止まるかってことを日足の方でね、警告というか予言といいますかね、予測していたわけなんですよね。ここでバーンと跳ね返ったわけですよ。でここからはいつものパターンで N を書いてさらに下がるんではないかなって私は考えるわけですよね。もちろんここの、ね、上まで戻ってくることもありますけども、これは N でしょうね。1時間の方を見てみましょう。はい、これが1時間ですけども、レンジでずっといたわけですよ。でそれがそろそろ破られるんじゃないかなと思った時に、しかもそれは下の方に破られるんだよと、大きな時間軸が下の方に向かっているよってことをね、ずっとね前提として1週間お話してきましたけども、まさにそっちの方向に下がっていったわけですよね。で、こちら昨日深夜に説明したこの陰線と陽線が並んでいるところだけども、頭は揃ってるわけなんですよね。だからもうこれは上には行かずに下の方に進むよってことで、まあこれもね N を書いていったようなもんなんですけども、ドカンと下がったわけですよ、で4時間とか日足で説明したようにここで反転してるってことがよくわかりましたね。このパターンいつもでしょ、いつもなんですよ。だから新しい何かねパターンが出てきたってことは私解説したことないんですよ。新しいパターンができたときはあるとしたら私も大失敗食らってるんですよ。でも私のロスカットっていうのは、必ずしもそうはならないけども、高い蓋然性でセルになるとかバイになるっていうものをお話した後で、7対3とか8対2の、ね、割合で、本当はね 70%、80% が仮説通りになるんだけども、そうならない時のことがたまに来てロスカットってことになりますよね。私は6対4で、6割勝って4割負けるを目指しているんですけども、まあこう振り返ってみると7割から8割勝って、まあ負けっていうのはねゼロにはなりませんけども、まあ2割3割でとどまってるのかなってことですよね。その差額でずっとね利益を積み上げていけるわけなんですけども、今回もそうですよね。はい、ではまとめますよ。今週もそうなんですけども、今までと同じパターンが出てきているのをそのパターンが出る前に仮説として見抜けているかってことが全ての勝利のポイントです。まあ私がね今解説していることはそんな難しいことじゃないです。暗記してればできることなんで、しっかりとこれからも積み上げてね、とりあえずは負けない、負ける可能性がもう 20% ぐらいだよと、30% ぐらいだよと、最悪でも4割ぐらいしか負けてないよとか、絶対勝ち越すよっていう風なステージを作っていただきたいと思います。それでは今週もありがとうございました。来週は N を変えてさらに売りから始まると予測します。